い、皆さんこんにちは。今回はね、待望のガンダムアーティファクト第2弾だと思います。はい、買ってまいりましたよ。はい、近くのローソンでね売っておりましたので、とりあえず1種類ずつ、買ってまいりました。種類の方がちょっと見えますかね、ドムトローペン V2 アサルトバスターガンダムザク3ジムサンダーボルト版、そして、大好きフルアーマーガンダム、はい、入っておりますよ。買ってきました。そしてね、まあアーティファクトって言うと、このねオレンジ、薄いオレンジみたいなね、ガルジキットみたいなやつがノーマルらしいんですが、話し合うとモスグリーンみたいな感じの色のやつがね、今回、シークレットで入ってるということでね。まあできればこのフルアーマーでねもうすぐに出ていただきたいんですけどね。でも早速ねフルアーマーちょっと後にもしてね、はい、開けていきましょうかね。はい、うん、いまあ、全てね人気機体なんですけど、まあとりあえずね、1年戦争とは違うやつからね上げていきましょうか。 V2 アサルトバスターガンダムですね。はい、こうなんかバチッとやれって書いてますけどね、ちょっと肩でいきましょうかね。まあ、今回のローソンで買ってまいりましたのでね、テープで止まってたりとかはねなかったんで開けやすいですね。はい、ノーマルカラーですね。はい、ノーマルカラー、そしていつものガムが入ってます。はい、まあ、ガム入ってないとね、キャンディートイじゃなくなりますからね。はい、説明書の方がこんな感じになっております。かなり派手な機体ですね。はい、そしてまあシークレットね、なかなか出ないというかね、前回の位置で一つも出なかったような気がするんですがね。はい、ではこのザク3って言ってみましょうか。第1弾はまあクリアレッドだったのでね、どのモビルスーツを主軸に置いて、メーカーさんが開発してるかなんとなく意図が読めますよね。リックディアスか、ナイチンゲールでしたけどね、そこら辺なんでしょうねという感じがしましたね。今回はモスグリーンということで、まあフルアーマーガンダムなんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ザック3もノーマルカラーでございました。まあなかなかね当たりますね。はい、まあ、ザック3モスグリーンで出てもねどうなんだろうっていうのがありますしね。はい、こんな感じみたいです。はい、かっこいいですね。まあ、新しい考え方でねデザインされてるということで、まあ、馴染みがね、どうなんだろうと、今までのデザインの方が良かったよという人も出てくるかもしれないですけどね、これはこれでもアーティファクトとしてね、捉えればいいのかなと思っております。はい、ドモトロペンもノーマルカラーですね。はい、はい、説明書がねちょっと、はい、こんな感じになっております。はい、 GP02 とかも出てくれるとね、横に並べて飾っているとかっこいいかもしれないですね。はい、まあね、まあこのサンダーボルト版のジムもねちょっとね期待大なんでね、はあ、かっこいいですよね。まあ開けてみましょうか。まあ、一応全種類ね買ってまいりましたけどね、まあ、一つも売れてなかったということでね。ああモスグリーン出ましたね。ここでモスグリーン、はい、クリアモスグリーンですね。はい、ジム、シークレット出ました。あ、いいんじゃないですか。まあ連邦系ね、ジムグリーンですね、スナイパー系思い出しますけどね。はい、こんな感じになってるみたいです。はい、でこれはね、作りましょうかね。じゃあね、はい、
そしてラスト、はい、ラスト、まあ1個出たんでちょっとね、フロアはこれがもうすぐリンカーって言われるとちょっとね、無理だろうっていう感じもしますけどね。はい、これがモスグリーン出ましたら、たい焼き食べたい、強運だということでね。はい、はい、あ、モスグリーン出ましたね。はい、強運でしたね、さすがですね、さすがですねってね、意味わからない方は私の一番くじとかのね、動画上がってますのでね、そちら見ていただくと嬉しいですね。フルアーマーもモスグリーン出ましたね。まあ、クリアグリーンっていうんですかね、よくわかんないですけどもね。はい、出ました、ありがとうございます。はい、じゃあね、全部作りたいですと言いたいところなんですが、ちょっと私ね、あのいろいろ、お仕事しておりましてね、忙しい意味でございます。はい、なのでね、この2つ、レアカラーのね、グリーン、クリアグリーンのジムサンダーボルトバージョンとフラマーガンダムを作ってみたいと思います。ではね、すぐに完成までスキップいたします。はい、完成いたしました。まあちょっとクリアなのでね、見にくいところもあると思うんですけど、光にちょっとね当ててみると、モールドがすごく綺麗にね出て、特別感のあるものですね。はい、やはりレアリティが高い感じはいたしますね。レアカラーということでね、はい、そして、私大好きなね、フルアーマーガンダム、これもね、こちらの方はねパチパチ組んだだけなんですけど、こちらの方はちょっと処理しております。まあ、ゲートアウトとかのね、やすってから流し込み、接着剤ですね、速乾タイプではない流し込み接着剤を、まあ、処理した面にちょっとね散布して、ここもねもうちょっとアップになるかな。はい、ちょっと見えにくいかもしれないですけどね、はい、ここら辺ですね、ここら辺も本当はバリがあってね、ガサガサなってたりね、切り飛ばした跡があったりしてたんですけども、まあヤスリでね、削ってから接着剤でね、鳴らすとこんな感じでね、あまり目立たなくなりますよね。もうレアカラーね、モスグリーンクリアですか。わかんないですけどね、出られた方とかね、クリアパーツのね、処理とかもね、接着剤でちょこちょこって塗るだけでもね、全塗装をクリア塗装全部しなくてもこんな感じで目立たなくなりますのでね、豆知識で覚えておいていただければなという感じですね。まあかっこいいですね、新しい感じのねフルアーマーのあり方というかね、な感じがしますね。はい、私今作ってますね、フルアーマーガンダムはオリジンベースで、ちょっといきましょう、ね、オリジンベースで作ったやつね、はい、これもありますけどね、これもまあ、私独自ありものを混ぜたりとかねしながら独自のデザインでやっておりますけどもね、こんな感じでね、ご自身プラモデルホビーですんでね、お好きな感じに、作り上げていくと結構面白いんじゃないかなと思います。はい、そしてね、この重心を私短くしてるのは、そんなに長い重心を振り回すのは難しいだろうということでね、はい、こんな感じでやっておりますけどね、2連ビーム砲みたいなのついてますんでね、銃でいうとショットガン的な感じなのかなと勝手に解釈いたしました。超長距離砲はね、背中についてるこれでね、やればいいのかな。ミドルレンジで戦うんであればショットガンのようなね、拡散するもの何かあった方がいいのかなと思いまして、短いバレルに、しております。はい、まあビーム出力はどのこうのって言ってね、ここはなんかこういうね、これ SD のやつ使ってるんですけどね、はい、替えの重心とかもね、ついてたりして、まあ楽しい感じにね作れると思います。はい、フルアーマーね、大体こうフルアーマー大好きですんでね、フルアーマーに照準を当てたような喋り方しておりますけどね、こういう感じでね、新しいフルアーマーガンダムと続々ね出ていただけると、フルアーマー好きに対してね、私とかはね、すごく嬉しい。ぜひバンデさん頑張っていただきたいなと。そしてできればね HGUC とかでね、
フルアーマーガンダム出ていただけるとね、すごく嬉しいんで、ぜひともよろしくお願いいたしますという感じですね。はい、もちろんサンダーボルト版ね、こちらのサンダーボルト版のフルアーマーガンダムも出ておりますけどね、やはり、こういう感じのね、一年戦争時にあったんだろうなっていう感じの、まあもちろんサンダーボルトも一年戦争ですけどね、なんかこうサブアームがついてたりするとちょっと新しい感じがしますんでね、古い感じのね、レトロ感もあるような、まあ、フルアーマーガンダムね、ぜひ販売していただきたいなという感じでございます。はい、今回はね、内心、トロをするとね、実はこのフルアーマーガンダム大好きですんでね、このモスグリーンのフルアーマーガンダムが出るまで買い続けようと思ってましたのでね一発で出てね、買う理由が口実がなくなってしまいましたね。なんか違う口実をつけてまた見かけたらね購入したいと思います。はい、まあ、今回はぐらいで、それでは皆さんもね、このガンダムアーティファクトね、もう楽しんでいただければなと。ではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。